ゴイトは、ヘブライ語聖書で、民族を指す語。ヒユダヤ人の諸民族を指す、複数形のゴイムはデ、デイジプト記34章24節の、我は、何時の前に諸民族を追放するであろうという表現にも見られ、古代ローマ時代にはすでに、異教徒の意味を持つようになって久しかった。後者は、イディッシュ語に見られる表現である。現在では、もっぱらヒユダヤ人を指す差別語でもあり、 クリスチャンやムスリムに対して広く用いられるが、ユダヤ人がユダヤ教以外のあらゆる宗教を報じる人々を指して使うことが多い。トーラーでは、今夜その異業がヘブライ人や異教徒に言及する中で550回以上使用。書出は創世紀重症五説で当初は非ユダヤ民族を指す悪意のない語であった。ヘブライ人に関する初の言及は、 神がアブラハムに対して、子孫が偉大なる民族を形成すると約束した、創世記十二章二節に見られる。デイエジプト記十九章六節では、ユダヤ人が、聖なる民族と述べられているように、初期のヘブライ語聖書では語を、ヘブライ人に対して用いることが多い一方、後には、ダ民族を指すようになってゆく。翻訳された聖書の中には、ゴイムという語を訳出せず、 国名として扱っているものもある。創世紀14章一節では、ゴイムの王はティドアルであるとなっている。聖書の解説書の中には、ゴイムはグティウムを示しているかもしれないとするものもある。旧約聖書で先民についてのより指摘かつ、ユダヤ人学者の間で一般的な表現の一つに、神が聖書の中でユダヤ人をこの世で唯一無二の民族と宣言している箇所がある。 ラビ文学においては世界に70の民族がおり、いずれも独自の言語を持つとしている。当該説では彼がイスラエルの数に従って国境を取り決めたとしており、中世フランスのラビであるらしはセムから生まれることになるイスラエルやエジプトに下ったイスラエルの70の魂により、彼は70の言語、国境を取り決めたと主張。一方、ハイムイブンアターは、 メノーラーという七脚のろうそくは、世界の七十民族に対応し、それぞれが銃を表している。これはそれらが改正法、つまりユダヤ人の反対側で輝いていることを、ほのめかしているとした。エリア・レビダのイリッシュ・ヘブライ・ラテン、ドイツ大役辞書より、ラテン語で、民族と訳された、語彙という語を含む、諸民族の一覧前述の通り、ラビ文学では、 ゴイという語の意味が、ヘブライ人、ないしは、ユダヤ人から、ユダヤ人以外の民族へと変遷してきた。後には、そのような非ユダヤ人を指す語として定着するに至る。現代ヘブライ語及び、イディッシュ語では、ゴイという語が、異教徒を表す、一般的な表現である。なお、両者には、関連があり、古代ギリシャ語で、タ、エスネが、ハゴイムを訳す際に用いられ、いずれも、 諸民族を表す。ラテン語では、ジェンティリーズが、民族という意味がある、ギリシャ語の、他、エスネを訳すために使われており、ジェンタイルという語につながっていく。英語では、ヒユダヤ人を意味する部別語である。なお、否定的な意味合いを避けるため、ヒユダヤ人を表す場合、ジェンタイルや、ノンジューといった語を使うのが無難とされる。イディッシュ語では、ヒユダヤ人を指すのにふさわしい唯一の、 語であるため、英語とイディッシュ語が話せる場合、あえて用いるものも多い。ありがとうございます。